うハリハリは中国の伝統的な武器である。先の曲がった金属製の道具の握りで部分に月画と呼ばれる三日月状の葉をつけているのが特徴で、日本では森でハリと呼ぶこともある。この武器は、少林剣、灯籠剣、洋こぼ星古剣などでは、現在も古刀宋ハリという2本の針を持つスタイルで愛用されている。武術演武でも、 同様に両手に2本の針を持つスタイルが好まれており、その場合は、総針もしくは森で総針と称される。一般的な針は、約9 0トルから1ルほどの鉄棒で、先端には内側に湾曲した刃が備わっている。棒の下部、布などが巻き付けられた握りでの部分には、約2 0トルほどの月牙があり、2本の横柱によって、握れば月牙が、 鉄鋼のように拳の外側を向くよう作られている。また、石突きに当たる部位にも槍状の突起がある。様々な流派で用いられているだけに、大きさや形状にはバリエーションがある。針は、先端の歯で棒状の武器などを制する、馬の手綱を引っ掛けて切る、相手の衣服や鎧に引っ掛けて引きずり倒すなど、使い方は多岐にわたる。拳の月が、槍状の石突きも攻撃に用いる。 そう、ハリハリがいつの時代に登場したのか、はっきりとした資料はないが、戦闘にハリ状の道具を用いるという発想は、戦国時代からあり、牧師第15巻では、長さ4尺ほどの鉄張り丘が、工場側あるいは守備側の道具としていろいろな場面に登場している。例えば、備え穴編では、行動を掘って侵入してきた敵を引きずり倒す防衛の道具として紹介されている。 ため鉄針、大り、王四尺者、在時族、アナる、も、針客穴者。牧島巻十五備え穴より、また、前館時代には、針の源流となる針、という兵器が登場している。これは、直径約三十センチメートルほどの小型の縦の、上下に、弓なり状のフックが取り付けられた兵器で、片手に持った針のフックで、相手の矛を絡め取り、 もう片方の剣で倒すという防御用の補助的な武器である。五漢時代に、劉広氏が表した、辞典、釈明釈兵編の中にも針、あるいは C、針引きの名で紹介されている。針両刀曰く針、中央曰くある C ある針引用の、これよなり、釈明釈兵第23より、この針は、闘神時代までは使われていたが、やがて五個十六国時代になって、 各国の国力が疲弊し、金属製の針を配備する余裕がなかったことに加え、弓や騎馬兵の発展により、防具として役に立たなくなったことから廃れていった。針。河北省保定士の万場官房より出度前館時代の歴史書、館所第七十六巻、半円樹伝には、円樹また鳥館動物、高月色中作刀剣馬立場、方向小法寺とあり、半円樹が、 完成の銅を横領して、剣や針、唾を作って、方々に配っていたという古事が記されている。当時代の学者、カオシイニシエは、感情の注釈を作成した際、この項目にも、針また平気なり、日剣しか無局、ゆえんばり殺人なりと注釈している。当の時代に針が現役の武器だったかは定かではないが、注釈が必要な武器であったことは確かである。 宋の時代には、劇から発展した、ハリカマ槍が、盛んに用いられるようになり、武教僧用で紹介された九種の槍のうち、僧弧槍、炭鉱槍、観光槍の三種の槍がハリ付きの槍です。小説、水古伝では、金群の金槍師範にてハリカマ槍の達人、金槍でジョネーが登場する。だが、武教僧用や水古伝に、ここで紹介する針は登場しておらず、 18、初兵器で挙げられている、針も針かま槍なのか針なのか定かではない。現在の武術で用いる針の起源は、少林拳に遡るとされ、現在でも少林拳では、古刀創針の名で組み込まれている。少林拳の流れを組んだ新代の憲法家には、八家手の平野東海川、東籠拳の利平章などが名人として挙げられる。特に、東海側は、 仕事立詰め音量へという独自の針を考案するなど、針の達人であった。ありがとうございます。